最初に化粧水を塗ります。こちら、新しいね、ルナソルのオイルインソリューションっていう化粧水です。これがなんか、化粧水と乳液が一緒になってるようなタイプの化粧液ってやつなんですけど、最近これに変えました。さっぱりかな。いいんだけど、という感じで。今回ね、ちょっと新しくね、台湾のコスメの、こちらのセクシールックっていうね、種類の下地と、こちらの保湿ジェルをご紹介していこうと思います。はい、こちらがセクシールックのサボテン高保湿ジェルクリームっていうね、ジェルクリームなんですけど、これ5枚分のフェイスパックと同等の保湿力があるっていうね、すごいめちゃめちゃ保湿に特化したジェルのクリームになります。このメイクをする前はちょっと薄めに塗ると化粧の下地にも使えるクリームになっています。これがね、めちゃめちゃしっとりするんですよね。アルコールとかその肌に良くないものが入っていなくて、このサボテンが入っていることによって肌をね、鎮静させてくれる効果があるので、ちょっと肌荒れしてる人とか日焼けしちゃったなって時とかにもすごいいいらしいです。めちゃめちゃしっとり。これでお肌をしっかり潤わせて化粧の、ね、下地を塗っていきます。今日はこの新しいセクシールックの毛穴ゼロバルーンクリームっていうね、この下地を使っていこうと思います。こんな感じで、こっちがピンクで、こっちがグリーンのカラーになります。で、これがピーチの方が黄色肌の東洋人に適しているカラーになって、くすみを改善して肌をね、自然に健康的で柔らかい光沢を与えてくれたりとか、目の下もカバーできるようなカラーになっています。で、こっちのアボカドグリーンの方は赤みの肌、赤みが出ちゃうような肌の人にすごいおすすめで、局所的なね、この赤みとかニキビとか傷跡をカバーしてくれるようなカラーになっています。で、今日は顔半分だけこのセクシールックの下地を塗って、顔半分はいつも私が使っている下地を塗って、どっちがね、カバー力があるかっていうのを検証していきたいと思います。じゃあまず私がいつも使っているこちらのルナソルのウォータリープライマー01番メイクアップベースを塗っていきます。これはね、 SPF が13で TA がプラス2になります。このね、下地はね、ぶっちゃけカバー力は全然なくて、ちょっとパールが入っているような感じなんですよね。で、ちょっと肌にね、ツヤが出るようなタイプの、あれです。下地です。こっち半分だけ塗りますね。だから塗った感じはね、全然変わんない。ちょっとツヤが出たかな、ぐらい。で、今日は新しいこのオレンジの方を使いたいと思います。うちの方が多分カバー力すごいと思う。こんな感じ で、ちょっと今日ね、なんかちょんちょんって赤いのが出てるから、これがカバーできたらすごい。塗り心地はすごい伸びるし、めちゃめちゃ塗りやすいですね。で、ちょっとこっちの方が白くなったの。カバー力すごいですね、やっぱり。この鼻の毛穴とか、ちょっとこのクマとかも全然こっちの方がカバーできてるかな。結構しっとり出ます。結構下地で乾燥するやつ多いから、両方とも高保湿になってて、それがすごいいいなと思いました。こっちがいつも使っているルナソルのウォータリープライマーを塗ったのと、左側はセクシールックのピーチオレンジを塗りました。もうファンデーション塗ったみたいに、こっちはすごい綺麗になりましたね。
こっちはやっぱりちょっと全然くすみも残ってるし、あんまりカバー力はないけどちょっとツヤっぽい感じかな。で最近ちょっとねいろいろ変えたんですけど、こちらイプサのコンシーラー、これがねめちゃめちゃいいってみんな言うからこれついに買いました。ちょっとね硬いんですよね。だからちょっと目の下にやるにはねなんか乾燥しちゃうから、ちょっとこの辺にできちゃったシミとかはこれで隠します。でこの目のところはこっちのルナソルのコンシーラー01番使います。こっちの方がねちょっと軽い感じでカバー力はあんまりないんだけど乾燥しない、ちょっと保湿力が高いやつなんで、この目の下はねこっちのルナソルの方が好きですね。これもさ今さこの間紹介したソニーで撮ってるんですけど、どうですかね、このピントがパッて合うのはすごいいいよね。でも画質的にはいつものルミックスの方が結構私は好きかもしれない。いつもこの後だとクッションファンでやるんですけど、なんかやんなくてもいいかなっていう。結構さファンデーション塗ったみたいにすごいカバーできてるから。 RMK のシルクフィットフェイスパウダー T01 っていうねパールが入っている方を使っています。こんな感じ、めちゃくちゃ微粒子でね、これも完全カバー力はないんだけどツヤっぽくなるし、なんかこうナチュラルな肌とかツヤっぽい肌したい人はすっごいおすすめです。でハイライトを塗ります。3のねおなじみシマリンググローデュオ01番、こっちしか使ってないからこちらだけで、これをこの目の下のところをこれを塗るとね一気にこうツヤが出てすごい肌が綺麗に見えるっていう感じで、さらに最近買ったんですけど、こちらのクリオのねハイライター、これ01番っていうゴールドカラーなんですけど、これがこの間メイクしてもらった時にこれ塗ったらすごいさ光ってめっちゃ綺麗だったからちょっと買ってみたんですけど、すごいいい感じなんですよね。今塗ったところの上にちょっと重ねます。ツヤっぽくなる感じがすごいいいです。でアイシャドウはこちら MIMC の26番ワイルドライフ、これもすごい気に入ってますね。こんな感じのピンク寄りのねカラーになっています。ブラシを忘れたからこれ、なんかいろんなブラウンのアイシャドウを持ってるんですけど、これはねちょっとこうピンクっぽい色であんまり他にない色なのですごい気に入っています。こっちのね濃い方のブラウンもちょっとピンクがかったブラウンでもすごいなんか柔らかい感じで、なんかあんまりなくないですかこういう色って、すごい綺麗なピンクブラウン。でこちらも同じ MIMC のペンシルライナーになります。これはね結構ね細くてねすごい描きやすいんですよね。これブラウンカラーになります、02番。で下も引きます。下はねこのまつげを埋めるような感じで、粘膜じゃなくて昔はね結構粘膜にやってたんだけど、ちょっと垂れ目っぽく見せたいからね最近はこの下のところに引いています。でアイライナーはこちら、これねちょっと新しいやつなんだけど、レアレニプレミアムリキッドライナーピュアブラウンっていうやつです。なんかアイライナーなくなっちゃって適当に買ったやつなんだけど、この目尻のところだけ
ちょんと引いた感じで、眉毛をやります。眉毛はね、このケイトさんです。今下の2色を混ぜて隙間を埋めていく感じで、アートメイクしてから1年半ぐらい経ってるんですけど、まだ結構残ってるけど、描かないといけない感じかな。もう一回やるかめっちゃ迷ってるんですよね。なんか最近髪の毛明るくしたりね、結構色変えてるから、眉毛あんま色入れちゃうとちょっと浮いちゃったりして悩みますところです。で、こちらのずっと使ってるね、Kパレットのアイブローリキッドライナー。これで、このね、眉尻のところとかはこれですごい綺麗に描けるので、あとは足りないところを描いていく感じで、一本一本描ける。すごい綺麗に描けるんですよね。これリキッドだからね、全然落ちなくてめちゃくちゃおすすめです。はい、で眉マスカラをやります。これも新しいやつだ。これはね、ネーミングっていうね、韓国のコスメなんですけど、すごい可愛い色なんですよね。これがメディウムブラウンっていうちょっと明るめのカラーになります。なんかこのメイク動画も何本か出してるんですけど、なんかいつも同じコスメだとつまんないなと思ってね、最近ちょっとコスメをね買うようにしてるんですよね。いろんなね、コスメ紹介できたらなと思って、私もいろいろ試しているところになります。すごいちっちゃくてさ、かけやすいです。で、いつもだったらね、マッツエク結構しっかりつけてるから、マスカラしてないんですけど、今ほとんど取れちゃってて、ちょっとマスカラ塗るので、ビューラーで上げます。これがね、あと、マスカラが、アネリアナチュラルトリートメントマスカラっていうやつで、ブラウンカラーになります。ブラウンでさ、なんかいろんなマスカラ試してて、これ結構塗りやすくて、上はねちょこっと塗るぐらいで、下をちゃんと塗ります。で、こんな感じで下まつげも入れました。チークはこのね、マックのウォームソールっていうカラー使います。これも結構昔から使ってるんですけど、秋冬になるとねこれを使いたくなるっていう、ちょっとねブラウン系のカラーなんですけど、このね筆もマックです。結構チークの筆いいやつ使わないとさ、綺麗に塗れないですよね。マック結構いい感じです。で、この辺にこう入れてます。リップ塗ったら終わりになります。今日はもうリップも全部マックだ。マック、これ紹介したことないかも。これね、リップスティックドーンっていうカラーなんですけど、結構こうブラウン系のカラーですね。こんな感じでブラウン系で秋におすすめカラーになります。いってきます。結構さ、大人っぽくなるめっちゃ可愛いブラウンです。最近このさ、上のところを描くようにしてて、ちょっとオーバー目に塗ります。で、さっきね紹介したこのクリオをね、この口の上のところに塗るとなんかいいらしい。人中が短く見えるらしい。私なんか鼻の下長いんだよね。これでちょっとここを上に描いてやったらちょっとマシになる。はい、これで秋メイク完成になります。どうですか？今日ねこれマルクの新作のお洋服着てて、背中めっちゃ開いてて超可愛いんですよ。しかもこれね、私今ノーブラなんだけど、カップがついてるんですよね。だからこう背中が開いててもブラジャーつけないでそのままさらっと着れるワンピース、ロングに可愛いです。
でこのねワンピースベージュ系だからちょっとリップもベージュ系にしてみたんですけど、さっき塗ってたこのマックのブラウン系のカラーですごい秋冬におすすめなので、これもよかったらチェックしてみてください、今日結構新しいのいっぱい紹介しましたね。このウォームソールも紹介してなかったかな、結構昔から使ってるんですけど、あとはねこのクリオのハイライト結構ツヤツヤになっていい感じだったりとかね、このコンシーラーが新しくなったりとか、マスカラも多分紹介してなかったと思うんですよね。これも結構いい感じです。なんかウズのコッパーブラウンもすごい気に入ってたんですけど、あれ結構オレンジっぽいからね、夏とか春夏におすすめで、ちょっと秋冬はね明るすぎるから普通のブラウンがいいかなという感じでこっちを使っています。あとはねこの紹介したセクシールックシリーズすごいいい感じです。台湾のコスメって初めて使ったんですけど、多分ね日本人の肌にすごい合うのでねおすすめですね。結構これめっちゃしっとりする、こうやって触ってても音がしっとりなるぐらい。メイクしててもね乾燥してたらさ、こう粉吹いてきちゃったりさ、乾燥してることによってこう油がね出てきて化粧崩れになっちゃうんですね。だからこういう高保湿の下地とかクリームを塗るとメイク崩れしないかなと思います。でねこっちの下地が SPF が、ね、37も入っててね、結構あの紫外線も予防できるのですごいいいかなと思います。すごい可愛くない見た目が気になる方はね、あの概要欄の方にこのセクシールック の URL 貼っておくので、もしよかったらぜひ見てみてください。で、ね、その他のコスメは結構楽天ルームに入れているものが多いので、楽天ルームも貼っておきます。よかったらそちらもご覧ください。では今日はこのままお出かけするんですけど、ちょっとお出かけして帰ってきて何時間後だ、5、6時間後かなの写真を貼るので、ちょっと化粧崩れてるかどうか見てみてください。どうですかね、メイク崩れてますかね。あんまり変わんないかな。これあのファンデーションとかフェイスパウダーは塗り直してなくて、リップだけ何回か塗り直したんですけれども、なんか自分的にはメイク崩れ全くしていないかなという感じでした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。実はね、あとちょっとで2万人になるんです。4かこれ。2万人になります。登録者が1万人を突破した時はプレゼント企画をしたんですけれども、2万人になったらまたプレゼント企画しようと思うので、もしね、まだチャンネル登録してないっていう方がいたら、この機会にぜひチャンネルを登録してくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。